RCC 就活博覧会は新型コロナの影響で4年ぶりの開催です。14の企業や団体が出展し、葬儀や墓、相続の相談会などが開かれています。会場には座って運転する小型の電動モビリティ COQS の試乗コーナーもあります。開発したのはトヨタ自動車で、時速1キロから6キロのゆっくりとした速度で移動できます。今月20日に発売されました。まあ、今まだ車乗るんですけど、いつかはね必要になると思うんですけど、まあすごくいいです。簡単で操作が、既存の自動車でサポートさせていただいた移動をですね、本当にその車が使えない方も広くですね、生涯を通じてサポートさせていただきたいというのが我々の思いでございます。パーソナリティなどによるトークショーも予定されている RCC 就活博覧会は明日も開催されます。